おはようございます、こんにちは、こんばんは、バッスリナナシでございます。皆さんどうもごきげんよう。今日はですね、はい、9月にね、立憲民主党の代表選と、まあ皆さんねご存知だとは思うんですけれども、まあ自民党総裁選があるということで、当初のね私の構想は、まあ立憲民主党に、積極財政派ないし、消費税減税を謳っている、まあ、党首を据えて、で自民党に、ポンコツをね据えてもらって、で選挙行って、で政権交代して、で消費税減税をやってもらうというシナリオを描いてたんですけど、どうやらそのシナリオはちょっと厳しそう。なんでかと言いますと、立憲民主党のね代表選なんですけど、なんか枝野と野田がねワンツーフィニッシュらしいんですよ。ってことは、泉さんも落っこっちゃうってことなんで、厳しい。でそこでこのね、野田と枝野、まあ、2人ともあれじゃないですか、まあ、いつも言ってますけれども、自民党最大サポーターが多いじゃないですか。まあ、自民党最大サポーターが野党第一党になってしまうとどういうことが起こるかっていうと、積極財政する見込みがねなくなってしまうんですよ、野党の方で。っていうことはどうするかっていうのと、そこで、当初はね、小泉とか、河野太郎とかを添えて、まあ、自民党をね、総裁選に勝ってもらって選挙に行ってボロ負けしてもらって政権交代でっていうシナリオだったんですけど、厳しい、非常に厳しいということで、ちょっと作戦を修正した方がいいなと、はい、思いまして、まあ、まあ本当残念ですけど、おそらく野田か枝野にまたなると思う、立民が。ってなると、まあ野党がね積極財政ないし減税勢力になるっていうのは厳しい。野田なんて消費税ね5から10に上げた道筋を作った先般っすからね。まあそんなやつをまた担ぐって、お前どうなってんだ立民と、まあ、バカじゃねえのかって言いたくなるんですけど、まあしょうがないバカだからね。でそこでね、自民党に積極財政派が据えないと、多分ね結構な確率で日本経済やばいんですよ。GDP なんて伸びようがないからね、積極財政しないとね。というわけで、もうね高市さんにすがるしかないかもしれんね。マジな話で、本当ね嫌なんだけど、なんか靖国神社参拝することを公約とかもうなんか言ってたから、そうやってさ、なんか申し訳ないけど、ご先祖様をね、選挙のね、投票というか、政治のね、こんなこと言いたくないんだけどさ、靖国神社参拝とか、まあ、やめてほしいんだわ。政治利用してほしくないんですよ、ほんと。あの人たちだって政治利用されるために祀られてるわけじゃないんですよ。だからね、ほんとやめてほしい。そういうことをね、軽々くしゅ、バスクスするな話はね、正直言ってほしくないんですけど、まあそうも言ってられないのが、まあ今のね、日本の現状なので、とりあえず、これから小泉進次郎を、ネガティブキャンペーンを打っていこうかなと思っております。もうそれしか多分方法ないんだよね。他にね、なんか、いい案があれば、ぜひね、皆さんの案をね、教えていただいて、コメント書き込んでいただければ、いい案があればね、それに乗って、誰々さんが言ってたんですけどって、こんなのもあるんで皆さんどうですかみたいなね、のもありだと思うんだけど、考えるにね多分ない非常に心苦しいけどないね。まあそう考えてしまうと、まあ高市さんの積極財政にね期待するしかねえかななんてね、ちょっと心が折りかけてるんですけれども、皆さんどうお考えでしょうか。ちょっとこれは皆さんで考えましょう。とりあえず立憲が、まあ、枝野は野田になりつつ、ほんで、自民党の総裁が、まあ、総理だよね。総理が、河野太郎、小泉進次郎、まあ、言いたくもないけど、ゲル、
石破茂なんてなった日にはマジでえらいことになるぜ。ほんと語彙力なくて申し訳ないけどえらいことになるよ、うん、これだけはねもうわかる、うん、なんとかそのシナリオだけは避けなきゃいけないと、はい、となると今ね有力候補の小泉進次郎のポエマアプリを、うん、晒していくしかは私には方法がないのかななんてねちょっと思ってるんですけど、はい、皆さんどうお考えでしょうか。はい、ここで皆さん考えましょうか。はい、以上の話になります。緊縮財政をぶっ壊す。